フラールディングエムは、オランダ南西部南ホラント州の基礎自治体。アウデ・マース川と交わるニューウェイ・マース川、ニューウェイ水路の北側の堆積地に位置している。フラールディングエム周辺地域には、紀元前約2900年から2600年までに人が住んでいた。1900年に、紀元前約1300年頃の頭蓋骨が、フラールディングエム周辺で発掘され、 数人の DNA の核が識別され、オランダで発掘された最古のものであることが判明した。西暦250年から700年の間、オランダ西部の他のエリアと同様に、このエリアに人は住んでいなかった。726か727年、小さな教会が建てられ、その周辺に町が発達し、町はマーサムと呼ばれていた。1 1 8年フラールディンは、 白爵のディルク三世の拠点で、彼はマース川を通過する船から不当な料金を徴収した。神聖ローマ帝国のハインリヒ二世がこれを止めさせようと軍隊を派遣したが、フラールディンゲンの戦いでディルク三世に敗れた。1047年、後継人であったディルク四世が同じような軍の攻撃を打ちまかした。百六十三年十二月十一日の 洪水により、フラール人間の発展は止まった。伯爵は去ってしまい、町の発展が停滞することとなった。1273年、オランダ伯爵フロリス5世により、主として認められた。オランダ独立のための80年戦争中の1574年、スペインが町を接収することを防ぐために、ウィレム1世は、ご遺戦の集団に命じて、町は焼け払ってしまった。 その後、フラール人間ンンは造船の町となり、またに診療をするための重要な港町となった。ありがとうございます。